どうもゲームでございます。で今回もセイリアプリ2020やっていこうということでね、まず皆さんにお知らせがあります。今回ですね、僕メンターの秋ですね、 FP ガチャに登場したロナウド FP と第3のアカウント、そして PS4 のでも引いたんですが、残念ながら当たらずと、もう泣きました。はい、泣きました。ということでね、本アカ、サブアカ、iPad 第3のアカウント、そして PS4 この4つのアカウント、計12回の FP ガチャを引いてですね、ロナウド残念ながら FP、今回代表 FP ね、引くことができなかったと。これはね、本当にですね、やっぱ使ってみたかったっていうのがね、非常にありますから、ただ今回当てない方は残念。ですがですね、その後すぐですね、引き継ぎロナウド今まで使ってたんですけど、通常のロナウドスタンダードバージョンですね、2020バージョン、トレードの方でですね、獲得して、引き継ぎを混ぜてもうレベマにして、今回ねこちらの通常ロナウドレベマメイン単体ですね使っていきたいと思います。本来ならですね、FP ガチャを引いてガチャ、動画撮ってですね、 FP ロナウド当たってですね、そこからそのまま流れで FP ロナウドを使ってもう得点決めまくるっていうね、その流れの動画を撮る予定だったんですけど、さあね、やっぱり当たらなかったものは仕方ないと。ちなみにですね、 FP ロナウドがね、もうこれツイッターとかでもねガンガン出てるんですけど、まずレベマ総合値 LWG 総合値100 総合値100でセンターフォワードで起用すると総合値が101になるらしいです。いやー、やばいね。レベマ総合値101はやばいぞ、センターフォワード。はい、確かに今回のあの FP 代表 FP ロナウドですね、上がり方がおかしかったんで、いや、そんくらい行く、総合値100は行くだろうなと思ってたんですけど、まさかの101まで行っちゃうと、とんでもないですね。こう、FP ロナウドと思ってね、これ使っていくんですけど、通常ロナウドですが。はい、もうフェンスセンス系でも言うことないですね、ロナウド。ほぼほぼもう能力高いで、パスとかも普通に高いからね。ボールキープで、こんだけやっぱフィジカルとか持っててね、ジャンプ能力、キック力も万能型中の万能型中の万能型。数日前ロナウド・ケインのダブルメイン仕様みたいな形で使ったことは使ったんですけど、今回ロナウドのメインでは単体では、初になりますね。そう、まあ、だからロナウドにだけスポットを当てて、そうだね、やっぱ強みではね、このキック力97、はい、これがもうFP はもっとやばいんですけどね、通常でもこんだけやっぱあって、ミドルシュートが入るというね。ただな、今回ですね、ロナウドをガツガツ使った感じってまだそんなに自分ないんで、まあ、未知数なとこあるけども、やっぱこのキック力、そしてオフェンスセンス、決定力、この辺の高さを生かしていきたい。今回は、まあ、FP を使う予定だったんですけど、そこ当たんなかったんでね、通常ロナウドでちょっと無双、ミドルだったりね、ドリブルも、まあ、得点性とにかくやっていけたらと思います。ということでね、いきましょう、レディゴー。さあ、ということでね、FP101 ロナウド欲しかったな。当たらなかったんでね、まあ、スタンダードロナウドですね、レベル1で、ね、トレード交換して、早速ですね、もうここ控えに逃げてね、ロナウド、通常のレベマですね、こちらも FP ローで自分に見えてるんで、ゴッ !OK、調子普通で、ロマーリオ復調を、こうしようかな、メッシをフォワード持ってて、あと、ノンベレを待って、薄、マルディン絶好調、さ、お相手が、433ですね、まあ、4123か。で、ウワッペ、ロナウド、メッシいますね、よろしくお願いします。だからこれからオンライン戦で101ロナウドを見る機会が増えるんですよね。もう当たった方とかもたくさんいると思うんで、あれはほんと強いですよ。レベマ総合値108はちょっととんでもないことになってるな。でしかも何ですか、最初のなんていうのかな、てかいいフィニッシュだなロナウドちょっと待って、なんていうのかな、いいフィニッシュだなロナウド。ちょっと待って、ちょっと待って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 、話してる途中すごいことだった。何気にフィニッシュを入れてやったんですけど、意外にも鬼の突破できましたね。しかもそこからのミドルがえげつないことになりましたね。ちょっと待ってね、自分でも今通常ロナウド本当に FP に見えた。そう、いや、うまっ、そのフラスルうますぎ、いやー、そう、いや、うまっ、そのフラスルうますぎ、いやー、そのフラスルうますぎる。
ムバッペのスピード落とさずね、ちょっと待って、話の途中なんですけど、FP のロナウドが最初の時点で97かな、初期値が。で、レベマで LWG で101、あ、100。そう、それで101までなるんだよね、最高。ロナウド、いや、決める神ロナウド、やばい。通常でもこれ、ほんと FP、もう、決定力がおかしい。なんか相手当たるけど入るもん。そう、だから、あの FP ロナウド、最初の時点でも通常ロナウドを超えるぐらいの力持ってるんですよね。レベマじゃなくても。取れるか。サンキュー。これなぁ、ここつなぎたいよなぁ。焦らずに行こう。お相手は多分プレスかけてくるんで。あ、でも裏開いた。裏開いたー。これドリブルチャンス。エッジターンがかわせない。早いね。なっ、逆。そうで、あえてもう一回ここに戻して、このタイミングでロナウド入れたいんですけど入らない。やらせん。こっち。キックフェイント強え。うわー、入らないかー。くそ強いな、さすがフィジカルスピードすべてを兼ね備えている。あの辺台でトラップとかもね、やっぱボルゴンとかもこれクロスでもいいね。シンプルにロナウドちょっと空中戦も見てみたい。そうなるだったらもう足元で行きたい。ここで入れたい。ディフェンス力は無理か。前半ショップで OK、 2対1、惜しかったね。いやでもロナウドいいですね、やっぱり期待通りのね。前使用した時がロナウドメインの、あ、メインじゃない、ロナウドケインの、ダブルメインシューみたいな感じだったからね。単体ロナウド使用初と。やっぱこの FP ロナウドが出たタイミングでFP ロナウドがね、獲得できてればね、FP ロナウド使う予定だったんですけど、やっぱりそううまくいかないと。フィネスがね、やっぱフィネスロナウド使いやすいよな。いやー、デリフトちょっと運びすぎだが。ムバッペはあかん。ムバッペはあかんよ。ダブルタッチ。強いよな、この辺ロナウド。何がどうなってんのこれ。張って、いっけー、いや入るー、いっけー、いや入るー、入るー、おかしい、もうおかしい。ロナウド CR7 ハゲてもこれ通常が FP みたいなもんでしょ、他の選手ところで言う。だから FP ロナウド、あの101はですね、もう FP を超えてるんですよね、 FP の段階を。そう、もう自分はそう認識します。あれはやばいっすよあのロナウドは絶対にやばい。前線から行きたい、かけたい。これサンキュー。ただちょっとまあ時間的にもね、そんなにメッシで勝てないか。お、勝った、いけるね強いねロナウド。いやー、これもう一個いけたか。裏抜けも抜群だったんだけども、だから無印だからね。そう、ラインブレーカー的な動きも普通に今みたいに空いてればするとまでに時間かかるんでいきますね。まあでも最後もう守りきろう。ロナウドハットはできてるんで、ここ狙うとかね。
計2分。え、嘘、いや、それマジで、ちょっと今のはビビりましたね。あれ入るんだ、これワンチャンあるかなって狙いましたけどダメでしたね。オッケー、ただロナウドハットトリックで、よし、ナイス3得点。もう FP ロナウドとします、勝手に思います。ということで今回ですね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。もう FP ロナウド101当たんなかったけどね、まあ、その分ね、この通常ロナウドこれからもね頑張って、まあ、得点の方奪っていこうと思うので、まあ、またね、あの週間とかでロナウドリーグ戦の方とかで来る可能性ありますからね、その辺もちょっと楽しみにしながら、次こそは絶対当てるなと気持ちを持ってね、またやっていきたいと思います。ということで今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。